ABC ミュージックスクールドラム科講師ホッシーです。いつもお世話になっております。今回もですね、前回に引き続きチョイフィルの第3弾ですね。今回はシンプルスネアを連打するというフィルをご紹介します。例えば、アジカンの議題1A 終わり、 A メロの終わりのとことかに出てきたり、エルレガーデン、シターバグ、イントロから歌い入りに入るときなどに使われるんですね。一度聴いてみてください。それでは、手順を解説していきたいと思います。もう本当にシンプルにシングルストロークスネアでダダ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 とやるだけですね。これは全部、右左右左でいきましょう。ですね。気合がものですね。それでは一旦8ビートの流れに乗せて、このフィルがどういう聞こえ方をするか、実際に演奏してみたいと思います。遅いテンポと速いテンポで、やってみたいと思います。こんな感じのフィルになりますね。シンプルなんですけど、すごくインパクトがあって、勢いがこう出るので、こうなんか、エモいというか、本当にロックではよく使われるフィルですね。このフィルの、注意点としては、16部って意外とこう、なんか、印象で全部バーッとやってしまいがちなんですけれども、それぞれのテンポのきちっとした速さの16部でやらないと、走ったり、もたったりする原因となってしまうので、例えば、速いテンポ170、BPM170 で今やってるんですけれども、170で自分が16部をこう安定して叩けるのか、そういうところを一回チェックして、このフィルに臨むと、すごくいい感じで叩けるんじゃないかなと思います。また、このフィルをやってる時の体の動きなんですけれども、小手先だけでですね、細かく叩いたりすると、迫力なくなっちゃうんですね。しっかり腕を動かして、こう、ちょっとランニングしてるような感じで、しっかりとこう全部を鳴らしてやる。全部アクセントついてるみたいな意識でやると、かっこよくなると思います。ぜひトライしてみましょう。はい、それでは皆さんお待ちかねのエクササイズの時間がやってきましたね。このエクササイズでは、まず4小節8ビートに乗せて僕が今回のフィルを叩いてみるので、その直後に4小節間僕と全く同じことをしてみる。それで、交代交代という感じですね。まずは遅いテンポ、それでできたら、速いテンポでもトライしてみます。はい、それでは行ってみましょう。1 2 3
はい、今回のチョイフィル、皆さんいかがだったでしょうか。僕も、バンドで演奏してたのですごくよく使って、シンプルなんですけど、すごく効果的なフィルだと、ぜひ皆さんの引き出しに収めて使ってみましょう。それでは ABC ミュージックスクールドラム科講師のトッシーでした。